乱暴そう。顔見れば分かる。うん、もう脇臭いな。またテメリアからの流れ物か。ああ、気をつけろ。どう買える物は今日中に買わなきゃ損だろ。来たか。ラビと話はついたが。まだスタジオに行ってない。まあいい、ラビはどこへも行かないだろう。先にシーザービルゼンの方を片付けよう。こうしよう、俺が奴と話してる間、お前が上の階に忍び込んでコレクションの棚を探せ。そこにあるはずだ。そいつからカードを買ったらどうだ。その方が簡単だぞ。そんな金があったら苦労はせん。シーザーは絶対にフリンギラを売らんしな。だが心配いらない、やつも損はしない。マハカムさんの高級蒸留酒を用意した。祖国の味はくだらんカードとは比べ物にならない価値がある。シーザーは酒が飲めないんじゃ。いや、やつが家から出ないから飲みに行けないだけだ。それにあっという間に女みたいに酔っ払うんだ。3杯も飲ませれば棚を担いで大声で歌を歌いながら出て行っても気づかれないさ。棚には他に何がある？んなことは知らん。お前の目で確かめるしかない。大方小難しい本かお下劣な本だろう。後で詳しく教えてくれ。行こう。シーベイか。シーザービルゼン。ポンターの主が誰かで喧嘩して以来だな。ポンターの主はあのカマスだ。まあ聞けよ。主はナマズだって言いに来たんだ。それに手ぶらで来たわけじゃないぞ。彼は？こいつか。ゲラルトだ。そのゲラルトも釣りをするのか？ああ、前にミミズを餌にして巨大なスズキを釣ったことが。ポンターでか？当たり前だ。シラフでは聞くに耐えん。入ってくれ。ザンダーが入れ食いでもあんなクソみたいな味なら意味ないだろう。そんなのはお前の料理の腕だ。俺はついキンキンザンダーを料理したが、ちゃんと新鮮なタイムを使ってらんな。タイム風味のクソが出来上がり。うるさい。いいか、俺はな、ついキンキン新鮮なタイムを。ゲラルトは俺の味方だろ。ザンダーの味をどう思う？そうだな。よし、竿を持ってポンターに向かうぞ。この家でそんなデタラメを言い張るのは許さん。聞いたか、ビーボ・バチルダが豆一粒で若いカマスを釣った話。ああ、いつものホラだろ。やつの腐った豆に食いつくほどポンターのカマスはバカじゃない。生きた餌でないと。オービミズでもいいが食いつきは悪いな。理由はわからん。前に丸々太ったミミズを掘り当てたが、よだれが出て自分で食いたくなったぞ。本当かよ。ゲラルト、ケイヤモルヘンでは何を使ってた？爆弾だ。なんだと？
ビールゼ、最近はからかわれることも少ないだろう。けど今のは笑えないな。ゲラルト、酒を持ってきてくれ。わかった、このボトルも空きそうだしな。さあ、次はいつナマズを釣りに行く？お前とは二度と釣りをしない。前回のことを忘れたのか？前回のことか？あんなに強く引かなきゃ落ちなくて済んだろう。ウィッチャー、ウィッチハンターだ。どこもかしこも。ナイフはここに固定されてるようだ。引き出しが開いてる、壁に三角形の穴が、興味深いな。いいぞ、ぴったりだ。書棚の裏に秘密の扉か。古典的な手だ。男の人形だ。彫ったのではなく魔法を使って作られている。トリスに聞けないのが残念だ。あったぞ、フリンギラだ。エムヒル皇帝が戴冠式典で食事をしたダイニング一式。ステファン・スケルンの公主刑で使用された名は。アシーレ・バル・アナヒットの首飾り。本物なのか。ヨアキム・ド・ベッドの頭蓋骨。気味が悪いな。第7ディアーラン旅団を全身に用かっちゅ。いい保存状態だ。第7ディアーラン旅団を全身に用かっちゅ。いい保存状態だ。テンペラ絵の具によるエムヒル皇帝の肖像。かなり美化してる。ゾルタ、そろそろおいとましよう。そうだな、時間も遅い。待ちな、もう帰るのか？取ってくると言ってた酒はどうした？やあ、ビルゼン、ボスからの伝言を伝えに来たぞ。伝言？伝言ってなんだ？クリーバーの旦那はお怒りだ。待ってくれ。もし帳簿に合わない部分が見つかったらちゃんと説明する。もう遅い、連れて行け。そっちの二人は消えろ。わかった、ちょうど帰るところだ。クリーバーは新しい事務係がいるな。シーザーは気の毒だったな。釣りのことは何も分かってなかったが。2階でシーザーの棚を見てきたぞ。どうだった？人に見せないのも無理はない。ニリフガードの甲冑やエムヒルの肖像やヨアキム・ド・ベッドの頭蓋骨、バティエル・ド・リドーの短剣、スケルンの公主刑で使用された名は。うわぁ、胸クソ悪い。そんな奴と握手してたかと思うと。けどその縄は持ってきたか？高値で買う奴がいるんだ。そういうのに目がない連中がいるからな。いや、まあそれじゃ仕方ないな。人形も見つけた。ニルフガードの兵士なんだ。何らかの魔法がかけられてるが何かはわからない。トリスに聞いたらどうだ？トリスはもうこの町にいない。
あとはナタリスのカード1枚だけだ。ラビに会いに行こう。行ってこい。俺は買い手に連絡して取引の場所を決める。後で会おう、ゲラルト。いっちゃう。全長だ、不吉な。何かご用かな。クラウンに両替したい通貨がある。ぴったりの場所に来たな。この町でうち以上の交換レートはないよ。丸一日損した。最高級の剣だ。品揃えを見せてくれ。
じゃあな。ここをうろつくんじゃない。この先、お前の神様からの命令だ。警告だ。近頃の若い奴らはバカばかりだ。そんな顔じゃ小銭一枚もらえないぞ。俺みたいに。話し合いの途中だったんだ。今のが話し合いか。関係ねえだろ。なんだ、お前も殴られたいのか。口数の多いやつだ。悪いが自業自得だ。俺はゲラルト。スクルスだ。いい戦いだった。仲直りに一杯どうだ。中で話そうぜ。俺に何か用か、ゲラルト。お前とあの商人に何があったんだ。なんで妹はあんな奴と結婚したんだが。義理の兄弟なのか。義理のクソ野郎って感じだがな。スケリッチの蜂蜜種が大量にあれば大金持ちになれるって甘い言葉に騙された。だから持ってきた。そしたら予定外の貯蔵費とか収益がどうとか言い始めてな。商売と家族とは相性が悪い。ああ、その通りだ。用心棒を探してる。興味あるか。ああ、金がもらえるならな。すぐにはもらえないんだ。じゃあ、ブツブツ交換か。お願いにはお願いをってか。恨むぞ、服部。ああ、そういうことだ。何かあるのか。義理の兄弟に金を貸してる。取り戻してこい。話はその後だ。くそ、引き受けよう。そいつはどこだ。近くの波止場だ。実のところもう金なんてどうでもいいんだ。取り戻せなくても構わん。じゃあ何をすればいいんだ。やつの蜂蜜酒をダメにしろ。俺がアンスケリッグから持ってきたんだ。それが大人の対応か。いや、だが公平だ。やろうじゃねえか。お前も加われよ。ラビーは来客が好きなんだ。お前には友達が多いな。嬉しいか、ラビー。探検で背中をつくのをやめた方がずっと嬉しいんじゃないか。お前は事情を知らないからそんな風に言うんだ。我々の共通の友人はこれから命をかけたゲームに臨むところだ。カードは私たちもういいだろう。俺たちを騙そうとするから、そうやってまだ痛い思いをしているんだろう。お前の指は全部折れてるし。そうだな、ウィッチャーが代わりにやるしかないな。それでいいか。ほらな、ラビーはやる気だ。ゲームを盛り上げるためにかけるものを増やそう。ラビーの命に加えて
ナタリスのカードもつけるぞ。どうだ。決まりだ。思ったより遊び心があるじゃないか。楽しいゲームの始まりだ。
やった興奮しすぎた。おとなしく座ってないと痛い目に遭うぞ。けどこっちの勝ちだぞ。だから次のゲームを始めようじゃないか。砂の川は入ってやるよ。いっちゃう。いや今の気だ。助かったよ。どうお礼をしていいか。ナタリスのカードをくれればいい。そうか、他のじゃダメか。いいカードが山ほどあるんだが。急いでるんだ。ナタリスのカード、うん、どうぞ。